皆さんこんにちは。本日はお腹の大きな妊婦さんが靴紐を結べず困っていたら、通りがかった人たちがどのような行動をするのか見ていきたいと思います。早速ご覧ください。大丈夫ですか？すいません、ちょっとほどけたんだけども。よかったら私も大丈夫です。ありがとうございます。大丈夫ですか？すいません、ちょっと。よかったら。どうされました？ちょっと紐が取れちゃったんですけど、自分で結べなくて。すみません。お休みなさらずに。大丈夫ですか？すいません。取れちゃって。すみません。大丈夫ですか？すいません。はい、ありがとうございます。何月ですか？もう臨月で、ね、明日にも生まれそうなんです。それは大変ですね。そんな時にちょっと来るなんて。もしよかったらこれちょっともう一つ結んでも大丈夫ですか？はい、取れないようにお願いします。ありがとう。この方もちょっと結んでもいいですか？はい、ありがとう。臨月ですか？もういつ生まれてもおかしくないと言われてて。ありがとうございます。大変ですよ。なんか全然自分で結べなくて。いいですね、お腹。もう臨月なのに、朝生まれそう。私もよくスニーカー履くんで、めっちゃ届けます。助かります。ありがとうございます。すいません、よくだもんじゃない。心配ですよね。一人目のお子さんです。はい、初めてなので、ちょっといろんなことに。ですよね、私も2人産んでるんですけども、すごい大変だったんで。ありがとうございます。私も、自分で産んだ時には、もうベビーカーでも何でも、周りの人に助けてもらってたんで。ちょっと結んでいたんで、これで多分大丈夫だと思います。恐れ入ります。ありがとうございます。どうぞ。ありがとうございました。助かりました。もうね、そうされてくださいね。ありがとうございます。助かりました。すいません。どうもありがとうございます。すいません。結構歩かないとこう生まれづらいって言われて頑張って散歩してでもちょっとなんか今すごい疲れたと思うので、なんかちょっと休んでからのがいいかも。なんかお腹も張るじゃないですか。ここで産むのは大変だと思うので、はい、ちょっと休んでから行っちゃった方がいいかもしれないです。わかりました。ありがとうございます。どうして先ほど妊婦さんの靴紐を結んでくれたんでしょうか。目の前歩いてたら困ってる人がいたんで、結びました。なんか日頃からこういう方を見つけたら助けてる。いや、今回が初めて声かけたかもしれないです。あ、本当ですか。外から見てて日頃から助けてるように見えたので。あ、本当ですか。はい、なんか困ってたから、そうです。なんかしてあげなきゃって思って。本当単純に、はい、大変そうだなと思って声かけてくれた感じですね。はい、あ、わかりました。ありがとうございます。はい、すみません、ご協力いただきましてありがとうございます。はい、どうして靴紐を結んでくれたんでしょうか。私も息子を産む時にお腹せり出してた時にもうやっぱりもう手が届かなくて。爪切りも旦那にやってもらってたんで、いやもう靴紐も難しいだろうなと思って。だっったんですけど、もう本当に大変っていう気持ちを知ってるからこそ声をかけてくれたっていう感じですかね。そんな感じです。わかりました。ありがとうございます。ちなみになんか普段から困ってる人がいたら助けてあげるような心がけをしてますか？そうですね。なんか私もすごい夫の声なんで助けられることが多くて、もう自転車置き場とかですぐガチャガチャって出しちゃったりすると、まあ助けてもらえるから、いや自分がねできるときはと思って。わかりました。はい、ちょっといろいろ聞けてよかったです。はい、すみません、ご協力いただきましてありがとうございます。こちらこそ。どうして先ほど妊婦さんが月もほどけていたのを結んであげたんでしょうか。なんか通りかかった時にちょっと困ってる様子だったので、振り向いたら妊婦さんだったので、ちょっと声かけちゃいました。もう普通に大変そうな姿を見て声かけてくれたっていう感じですかね。そうですね。ちなみに普段からそういう人を見かけたら助けるように心がけてるとかってありますか？そうです。気づいたらですけど、特に妊婦さんは同じ女性っていうのもあって。なるほど、貴重なご意見をありがとうございます。すみません、ご協力いただきましてありがとうございます。どうして先ほど靴紐を結んでくれたんでしょうか。特に急いでたわけでもなかったし、大変そうだったのでつい声をかけてしまいました。なるほど、はい、もう本当に大変そうな方を見て行動してくれたってことですかね。はい、ちなみに普段から困ってる人がいたら助けるようにとかって心がけたりしてますか？状況にはよるんですけど、やっぱ今回は妊婦さんだったのでちょっと助けたいなと思って。なるほど、わかりました。ありがとうございます。すみません、ご協力いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。どうして靴紐を結んでくれたんでしょうか。だってやっぱり妊婦さんだったので、靴紐は絶対見えないと思ったんですね。私も出産したのがもうだいぶ前なんですけど、お腹が大きい時は下が全然見えなくて、この姿勢するのもすごい辛いんですよ。だからその姿勢見ただけで、あ、これは大変って思って、何か私ができることをって思ったから、すぐに結びしました。なるほど、本当にもうご自身の、経験というか、そういうのをもとに声をかけてくれたってことですかね。大変さが分かってというか。大変なんですよね。でもなかなか皆さん分かってくれなくて、妊娠っていうと普通の人に起こることだと皆さん思ってるんですが、もう一人一人やっぱり妊婦さんも大変な人もいれば楽な人もいてっていう感じだと思うんですよね。私すごく大変な方だったので。そうなんですね。はい、もう10分ぐらいの電車の中でも立ってるのが辛くなることで、だからそう考えたら、臨月ねギリギリだっていうふうにおっしゃってたので、そんな時にこんな出てくるなんてそんな大変っていうふうに思っちゃいました。じゃあ本当に妊婦さんを見かけたら声をかけてあげることっていうのは大事ですからね。そうです。やっぱり辛そうにしてたり、そうじゃなかったとしても結構無理して頑張ってるんじゃないかと思うんですよね。だから電車の中で立ってる方とか妊婦さんの方でいらっしゃったら譲ってあげてほしいなと思いますし、気にかけていただきたいなと思います。わかりました。本当に貴重なご意見ありがとうございます。とんでもないです。ご協力いただきましてありがとうございました。